ガイペンローズ・ギブソンはイギリス空軍の軍人。最終階級は中佐。第617飛行中隊の初代指揮官として有名であり、同中大発の特殊攻撃任務であるチャスタイズ作戦を指揮し、反調爆弾を用いてダムを破壊するという劇的な戦果を挙げている。ギブソンは1918年8月12日、当時イギリスの植民地であったインドのシムラーで、 父アレクサンダー・ジェームズ・ギブソンと母、ノラ・ギブソンの子として生まれた。1921年、家族と共にイギリスのコーンウォールの港町であるポートレーベンに引っ越し、その後、オックスフォードにあるセイドアーズスクールに通学し、教養を身につけた。ギブソンは1936年にパイロットとしてイギリス空軍に入隊し、第83飛行中隊に配属された。 1940年には、主君飛行十字章を受章し、27の作戦に従事した後、6ヶ月間、飛行訓練の教官を務めている。その後、第29飛行中隊に転属になり、この時は、ブリストレボーファイターに登場し、99回の出撃で敵機を4機撃墜している。この功績により、ギブソンは2度目の主君飛行十字章を受章している。 中佐に昇進した後は、1942年に爆撃機軍団に再度配属され、第106飛行中隊を率いて、アブロマンチェスター及びアブロランカスターに登場して、配属後の11ヶ月間に46の作戦に従事した。また同年には、ディスティングリッシュドサービスオーダーを授与されている。1943年に入り、ギブソンは、 ドイツのルール地方に所在する複数のダムに対する反調爆弾を使用してのダム破壊作戦を行うため新たに編成された第617飛行中隊の隊長に抜擢されたこの作戦はあらゆる可能性を無駄にしないためにも夜間に行う必要があり使用する反調爆弾は事前にモーターによって500から 700rpm でバックスピンをかけ高度60フィート 速度240から250マイル毎時を維持し、ダムの手前400から500フィートの位置で特化するよう設計されていたが、夜間に高低差の著しい山間部をこのような低い高度を維持して飛ぶことは熟練したパイロットでも至難の技であり、当時主流であった気圧による高度計では役に立たず、爆撃照準機も季節のものでは攻撃方法が特殊で役に立たなかった。 そのため、高度維持の問題については、アブロランカスターの機体の前後へ、下方に照射して、規定の高度で交差するようにスポットライトを取り付け、ナビゲーターが誘導することで解決し、また、爆撃照準機は攻撃目標のダムの一部に、ダムの両端に、統計の構造物があったことから、木材の両端の釘がダムの両端の塔と一致したところが適切な、 10日距離になるよう調整された簡易の照準機を操縦席に固定し、簡易ながらも三角測量の容量でダムからの距離を知ることができるものを作成して、10日のタイミングを取れるようにした。作戦結構日の1943年5月16日の夜は晴天かつ満月であったが、チャスタイズ作戦は結構された。イギリス空軍は爆撃機軍団と戦闘機軍団にドイツ及び、 国会沿岸の低地帯の上空へ、チャスタイズ作戦を援護するために、多数の疑問出撃を行っている。各機一発の半長爆弾を装備した第617飛行中隊に所属する19機のアブロランカスターは、その疑問出撃に紛れる形で、低空飛行を行い、目標に向かった。結果は出撃した19機中、10機を失ったものの、 ダムを破壊するという作戦目標は達成され、成功を収めた、ガイ・ギブソンのメダルバー。左端に、ビクトリア十字章、イカコト航空章、主君飛行十字章が並ぶ。ギブソンは、チャスタイズ作戦が成功した後、爆撃機パイロットとしての操縦技量のみならず、その勇気と統率力を称えて、ビクトリア十字章を授与されている。この後、ギブソンは、 爆撃機軍団の配慮により、前線での任務を外され、国内やアメリカ合衆国で講演を行っている。なお、講演において、聴衆の一人であった女性から質問を受け、次のような受け答えをした記録が残っている。出撃回数を聞かされた女性は、呆然としてこれ以上何も言えなかったという。なお、ギブソンに授与された、ビクトリア十字章は、イギリス空軍博物館に展示されている。 ガイ・ギブソンの墓1944年、ギブソンは本人の強い申し出もあって、爆撃機パイロットとして現場に戻り、デハビランドモスキートに登場することになった。1944年9月19日、オランダ上空で空中衝突により戦死した。なお、ギブソンの墓はオランダにある。ありがとうございます。